2人の俳優がたった3日間だけで10分の短編映画を制作するドキュメンタリー&バラエティ。不思議なアイデアマン海老沢健児と聞き上手な進行役臼井正弘をゲストに、キャラの定まっていない部長伊藤陽介がお送りする TTFC 映画部シーズン1。とりあえずジャージでは着てみたって感じ。そうですね、部活なのでライダージャージ。はい、ライダーライダーライダーガールズジャージ。そうなんです、新しく作ってこの前。おお、あ、後ろも。そうなんです、後ろも全部で。おお、そんなジャージがあったなんて。はい、ゆるく始まりましたTTFC 映画部。何の台本もここにはございません。本当ですよ、こんなことあります。まずは部長の伊藤陽介です。はい、そして、はい、新入部員の秋田千里です。仮面ライダーガールズです。逆にやった。秋田さんが最初の女性新入部員でしたね。最初ですか、女性、入ってきていただいたということですけども、はい、まあまあまあ、これどんな番組かっていうのはですね、2人の俳優がたった3日間だけで10分の短編映画を制作すると。はい、何が行われたかと言いますと、もうすでに撮影終わったんですよ。なるほど、もう撮り終わってると。撮り終わってるんです。で、その撮り終わったものって何かっていうと、はい、まあ、2人の俳優がですね、はい、この場所、ここで映画を作ったんです。え、ここでですか。ここで、このここでドキュメンタリーにしたので、それを見ていただきつつ突っ込んでもらうという。わかりました。どんなこの、まあ、女子目線とかもそうですけど。そうですね、まあ俳優じゃないじゃないですか。うん、そうですね、わからないことだらけなので、うん、そちらの世界は。急にストップとか言ってもいいですし。はい、再生してもストップ、ちょっとここって言って、伊藤さん全然ここわかんないわかりました。話をしても OK。 はい、 TTC 映画部第1話、どうぞ。ていうかさん、うん、久しぶりだよ。そう、久しぶりなんですよ。ていうか俺、陽介くんより久しぶりだよ。え、マジで陽介くんより久しぶりだよ。俺も年末やってた。あ、俺、いつだったっけ、さ年末、ちょっと前ぐらい。ちょっと前ぐらいで。うん、でもその時が一番の、あれじゃなかった、久々の。一番の久々だった。もう何年も会ってない。何年も会ってない。何年も。でもお互いのことは、ね、知ってたよね。いや、それは知ってるわ。お互いは知ってるわ。一応お互いのことは知ってた。お互いのことは知ってた。10年前にね、ほら、僕らは、ほら。やってるわけですから。ゴーンジャーですから、バーの店主ですよね。店主です。バーの店主です。店主です。店主ですけど、出す。店主。バーの店主ですよね。何回も聞きますけど。冗談ですよね。冗談ですよね。店主。結構これ、難易度高いわ。でも結構な果実、100% ぐらいある。100% ストレートです。あ、これ振っとかないとやばかったですかもしれない。店主ですよね。店主です。何回も言いますけど。店主です。エビちゃんは、陽介くんをご存知なの？実はね、うん、賞金稼ぎ団が最初なの。はい。あれ？そこも、それこそ、東映のさんの企画。そうそう。だけど、本編では絡んでないですよね。はい、もうなんか、うん。本編では絡んでない。まあ、これは別で、またお送りしたいと思うので、戦隊トークは。プレゼンをしたんですよ。プレゼン。はい。はい、この、公開イベントで、公開プレゼンをしたんです。TTFC で新番組を作りたいって。お、ほう。プレゼンをしたんです。ほう。で、その4つ、プレゼンしたんです。4つ。はい。結構やりましたね。はい。結構やりました。しかも、割とガチめな、プレゼンをしたんです。なるほど。戦隊のカフェを作りたいっていうのが1つ。ほう。で、もう1つは、戦隊での音楽を作りたい。ほう。戦隊の音楽を作りたい。音楽をみんなで作るみたいな企画をやりたい。で、3つ目は何？ 3つ目が、戦隊万博を作りたい。戦隊万博を作って、そのフェスみたいなことをやりたい。夢がでかい。まあ確かに、でも夢はでっかくですよ。4月5日かなんかが、ゴレンジャーの、放送日、初回なんですけど、その日を戦隊の日に制定して、で、イベントをやりたいっていうことを言った。で、4つ目です。はい、で、4つ目にやりたいって言ったのは何かっていうのは、TTFC でドラマを作りたい。来てる来てる。セットしてもうポカンじゃないですか。めっちゃポカン。それで問題なんですけど、はい、TTFC の、はい、メガネ増えてるじゃないですか。はい、ドンドン。 TTFC 映画部シーズン1。急にカメラ見ましたね。
イエーイ、何ですか、はい、俺らもう盛り上げるみたいな、はい、すごいです、ね、俺が後で編集でいろいろ音足してるから今すごい盛り上がってます、はい、本当ですか、すごい盛り上がってます、はい、これ見てどう思います、まず、いや違う、いや、よく準備してきたなっていう、うん、ちょっと上から夜なべして、はい、夜なべして作ってきました、やることはね決まってたんだなっていう、いや本当受験、あと受験生なのかなっていう、はい、部長です僕は、あ部長、あそうなんですね、TMC 映画部の部長なんですけど、うん、若干初回なのでまだキャラが見えてません、はい、なのでこれとっちらかってる感じ、はい、受験生になっちゃってます、うん、なんか部長じゃん、部長でもないですね、部長なんかルール発表、ルールをはい、発表したいと思います、はい、これは何か、まずですね、ルールはこのね、あもたついてるなあと、はい、3日以内に短編を制作します、3日がマネージャーさんにいて押さえてあります、お、はい、全部押さえてあります、え待って、はい、俺らが作るんですかこれ、そうです、3日以内に、そうです、3日以内に作ってます、脚本から編集まで全部2人でやること、いや無理だって、絶対無理だって、はい、2人きりでやるんです、無理だよ、まあ、見えますこの情熱、いやわかんないけど、この説得力、受験生にしか見えない、はい、2人でやるんですよ、頑張って脚本から、ええ、嘘でしょ、うん、全部3日でやる、3日でやる、2人はできない、顔がもう曇ってきて、どこを根拠、何を根拠に根拠、もう久しぶりだし、なんなら、うん、根拠、根拠はないよ、根拠はなく、なく2人ならできるだろう、できるだろうできると思う、一人よりはね、まあ一人よりはいいわ、一人よりはいいわ、一人よりはいい、一人よりはいい、一人より、そんな、それしか知らない、何せ僕はもう4つのね、あのプレゼンしたうちの1つとして新番組ですから、はいはいはい、何としてもね成功させたいんですよ、もう気合いは分かる、分かるでしょ、この見た目、気合い入ってるのは分かるけど、見た目で必要な経費は自腹でよろしく、無理だよ、よろしく、無理だ、全部任せ、任せじゃない、そうだよ、もうよろしく、カメラを用意します、ああなるほど、はい、カメラと、まああと、まあ、パソコンぐらいは用意します、編集できる環境は、あれとか出ないんですか、お弁当とか出ない、出ません、お弁当出ないんですか、出ません、全然出ません、もう自分でやってください、もう分かんない、もうどういうキャラクターか分かんないしょうがない、しょうがない、もうだってもうあれなんだもん、生徒会長がうるさいから、もう部としては大した経験、もうなんか設定どんどん追加されませんか、TTC 映画部としてはそんなにね、はい、費用がないの、まあまあ学生ですしね、学生ですから、ね、10分の短編に CM またぎを作る、これもうプロのやることじゃない10分の短編映画を作ってほしいんです2人に、で10分の短編映画の5分5分を分けれる感じにしたいんですよ、なるほど、まあ、例えばですよ、例えば人物がなんか事件が起きました、えって言って振り返ったらCM ですみたいな、なるほどね、で CM 明けから始まってみたいな感じのあるじゃないですか、プロのやることじゃないですかそれ、その10分間の短編じゃないですか、でも映画っていろんな種類があるじゃないですか、いろんな種類がある、はいはい、それを種類は別に問わないっす、それは全然問わない、最後に、今日テーマを決定していきなり言われて今日決めなきゃいけない、そうです、はい、あれ何ですかテーマってっていう話なんですけど、この作品そのものの、はい、テーマを今日今ここで決めて、であと残り3日間を制作に費やしてほしいです、あどうでしょう、なるほど、どうかね君たち、できるかね、できないかね、もうキャラクターがもうちょっと、ね、できる、探してるとかちょっと、ね、頑張って探してんだよどこに今落ちればいいか、テーマから決めるんだ、実はこの10 years の裏でこんなことをやらされてたという秘話にしたんですね、これはね、わかりました、急にこの無茶ぶりを先輩からやらされてたと、しかも前の天野をやってた人からちょっとどうするよ本当に、いやじゃあ一個ずつちょっとそうだよ、なんかよ、あとやっぱ一個ずつ特技とかさ、やっぱなんか活かせることをこれ探していかないと、うん、今プロフィールでも何でもいいからさ趣味特技ってなんて書いてる、いや俺の趣味特技、俺の趣味と特技のプロフィール本当に8年ぐらい前から変わってなくて、うん、まだサッカーと料理って書いてある、おー、うん、サッカーと料理もう本当に
こういうお仕事始めたばっかりの人を書くようなこと書いてあるんだよね、まだ。だから、まあ。そう、俺も一緒だよ。ずっとしてたもん。楽しいこと探すこと。いやずっと探し続けて、ずっと探し続けてる。だから、もう、そろそろ何か変えなきゃなと思ってるんだけど。そろそろ一個ぐらい提示したいよね、楽しいこと。歌が得意っていう印象がすごいあるんだけどな。ミュージカル映画3日間って。もうトラックだけ。トラック神様みたいな歌と同じ感じになっちゃうけど、PV みたいになっちゃうよ、ちっちゃい。ちょっとこう、アート系の、アート系の映画みたいなこと。神様の歌ね。はい、10分ぐらいの。だから料理をテーマにするのもありだし。その料理から広げた食材を何かのでもいいと思うし、ロケバスにねキッチンありますよ、はい、普通にでかいキッチンありますいや人事だと思って料理あとはもう大まかにいろんな流れに行くんだったら健康とか、うん、健康を料理につなげたりなるほどね健康だったら何でも運動もできるしTTC 映画部第一弾健康なんかパッとしないすごい、ね、面白い、ね、料理いいんじゃない料理あるんじゃないいきなりいいアイデア出ちゃったの料理あるんじゃない周りにあるものを何でも使えると思って壁とか壁でもいろんな種類がある壁例えばこのシミから生まれた何かとかこのシミでとかこの壁の材質は杉を使っているとかすごいじゃん建物探訪みたいじゃんいきなり面白いアイデア出ちゃったちょっとなんかいいじゃん、うん、ちょっと共通するもんだったらアイデア出やすいかなとは思いますそうだねあとはまあ味付けでちょっとね違うところはあるかもしれないけどなんかでもドラマにできそうな気もするそんなことありますかこんな急にこんなできる方たちそうそういないですよねすごいシンクロ率高いなプロットをなんか書かないといけないよね、うん、そしたらああプロットはい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 撮っていくんだったら早くもプロットにもう取り掛かれると、まあ、ちなみに一応スケッチブックは用意しててプロットって何ですかこの最初にこのどんなものにするかっていう枠組みを決めるというか枠組み設計図なるほどなるほどね、うん、ドラマにするんだよねうん、うん、あいやドラマという縛りはないんでしょその映画でいろんなジャンルがあるからどんな風に表現してもいいってことでしょそう無音なのかあナレーション入れるのかとかこの料理じゃ誰のために作ってんのかとかそうそう最後はね最終的に誰のために作ってたのかそれか食材たちの気持ちを表すか食材たちの気持ちこの角度は面白いね見たことないでしょこの二人の感情とかわかるけど食材たちの感情をその発言から3日後戻っちゃいますはい大丈夫だよ緊張しなくてそれはそれはとても優しく野菜に飾りかける男の姿がそこにはあったはいまた次回どんどん進んでいく海老沢の不思議ワールドああ誰もついていけない臼井正弘はどんな手を打つのかそして作品のテーマはいかに第2話エビサワザワールド春の祭典スペシャル獣王の方じゃないのかよ流れでございますあこういう感じで進むんですね当日言わされて、うん、その場でちゃんと決まっちゃうもんなんですねいやーねなんて言うんだろう追い込んだだけ結構圧すごかったですよねもう単純に追い込んだだけもうこれはやるんだとにもうあなたたちのマネージャーにはもう話はつけてやるからなるほど先にもう根回ししといたんですねもう先輩としてねこっちはもう戦隊の先輩なので確かにあいつらより怖いなもう上からもうやれともうだからやるしかなくてこれは東映特設ファンクラブだぞと確かに東映のためにねなるほど東映のために我々は仕事してるわけだからもうやってくれとやるしかねえといやそれにしても海老沢さんのワールドがやばいでしょ早速気になるでしょはい最初はなんだこりゃって思ったんですけどどんどん引き込まれちゃって次が気になって仕方ないですそうだよねまあ大体この海老沢ワールドがすごく、はい絶妙で絶妙、
日によって割とブレるんですよ。なるほど。日によって結構常にこうではなく、ね、結構いろいろブレるとかも面白いし、まあ、彼自身の 役柄が結構とのギャップがすごいらしいんですよ。僕そんなにゴージャンめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですけど、またねそのギャップ もお客さんも面白いんじゃないかなと思ってて、ここでしか見れない、こんなキャラなのっていう人ももしかしたらいるかもしれないし、確かにファンの方は嬉しいですね、うん。まあ、あとはマサはどうですか、薄井正弘ってもう一人ね、あ、料理とサッカーですよね、料理とサッカーの人今のところの情報ね。そうです、今のところ料理とサッカーっていう情報が強くて今のところ料理とサッカーの人って情報しかないからね。そうなんですよ、もうなんか海老沢さんのワールドが強いなと思う、本当に料理とサッカーっていうのしかまだ刷り込まれてない。そうだよね、時間がない中でちゃんとできるもんなんですか、できるもんなんですかね、ちょっと見てて気になる気になる、もしかしたらできないかもしれない、確かに分かんないです、これは見ていかないと、一応僕ここで作ったんじゃないかというふうには思うんですけども、はい、なるほどなるほど、完成はしてないかもしれないですよ、もしかしたら、まさかのそんなこともあるかもしれない、もしかしたらしかも経費自腹だしそこめっちゃ低くなってるよ、厳しいですよそこめっちゃ低くなってる、お金自分が取るってなっちゃったね、自分がだったら経費本当どうやって削減しようかっていうところから考えますね。あ、ちゃんと自分では払うんだちゃんと自腹は切るんだ、だけどなるべくこう100均とかで賄えるような、あ、100均で、はい、ものでこうつなぎ合わせて作ったりしようって私は思っちゃいました。あ、工夫してね、工夫してなるべく節約しないとな、すごい、なんかそういうバラエティ地上波にありますね100均とかでこうどうやって防ぐかみたいな、うまくやるかみたいなこのエビちゃんをどう生かすか、確かにそこを薄井正弘がどうやってそれを返すのか、うん、はたまた薄井正弘がものすごい実は変な人間なのかもしれない、もっとこう超えてくるかもしれない、超えてくるかもしれない、確かにあのこの海老沢ワールドに対してこう超えてくるサッカーと料理どころじゃない確かになんか別の、こんな感じで TTFC 映画部第1話、ありがとうございました。続いて第2話をぜひぜひご覧ください。ありがとうございました。